写真拡大。ロッテ細谷慶内野手31が26日 ZOZO マリンスタジアムで契約更改交渉に臨み、300万元の1720万円でサインした。プロ14年目となった今季、29試合に出場して3安打1打点にとどまった。一軍にいることが少なかった。貢献できなかった。これが一番の思い。来季は優勝したいと力を込める。上でも下でもやることは一緒です。そういう気持ちを意識してやっていきたい。来季こそベテランの味を発揮したい。